真っ黒です。帰って風呂入らんとかむしこちゃん。はい、2017年3月17見てお散歩でもう真っ黒言うと火当たる方歩こう。火当たる方どっちそこ行きたがるのか。こっちいや、チョコがいいの。チョコがいいの。そこで遊びたいよね、そこで。取れてるか。顔つくね。よし、こっちの方がいいよね。よしこちゃん、向こう行こう。火当たるとこ行こう。パソコン。あ、よしこちゃん、パソコンさん。で、爆笑。穴が怖い。排水溝には落ちへんわ、まず。排水溝には。ちょっと慣れたね。ちょっと慣れたわ。これ見える？ちょっと火当たるとこ行ったよ。火当たるとこ、こっち行こう。火当たるとこ。場所が向こう行く。はい、すっごい入りたいけど入られへんやな。もそもそしてね、楽しいの。それ楽しいんかな。楽しいんちゃう。かわいいねって笑う。じかちゃん、穴が気になるね。穴がね、藤子ちゃん、穴が穴。あそこ汚い、藤子ちゃん。そっち行こう、こっち行こう。うんこさん向こう行こう。パソコンの行こう。おしっこしてる？おしっこした。赤ちこ、うんこちた。うんこした。うんこさんとラブジコさん、うんこさんとトガンタンか。うんこさんとうんこさん、うんこさん、ゆちこちゃん、ちょっと待って。うんこがなんたか、ちょっと待って。ゆちこちゃん、うんこさん拾う。うんこした。ほら、うんこ拾う。賢やろ。うんこした。うんことしっこ。賢慣れてきたね。ちょっと待ってよ、しこちゃん。ナイロン袋さ。
だん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 、これで匂いつけしようよ。慣れてきたんやわ。ちょっと母さんとこ入って、かしこかしこ慣れてきたよ、ずこちゃん。ごめんなさい、私が置いてるからいいんです。ごめんなさい。ごめん。こっちからちょっと待って、パソコン落ちちゃう。置いとったから私がよいしょ。頼まれとこ。フェレット。フェレット。フェレット、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 あら猫さん、こんにちは。猫さんが見てるわ。ほら猫さんが見てるわ。猫さん、猫さんが見てるわ。ぶじこちゃん、猫さんが真後ろにおる。まよまんま猫さんがおるわ。猫さんほら来てくれたん。あら新しいのが来たなと思ってる。ほら新しいのが来たと思ってる。ほら寄ってきてくれた。餌ないねんね。猫ちゃん見えます。こんにちは、はじめましてって。はじめまして、よろしく。私の縄張りにを待ってるんやわ。縄張りがあるから、私の縄張りにここうんことしっこしてんねん。私の縄張りに。猫ちゃんごめんね。真っ黒いの。ほら日向ぼっこしようねん、ここで。こんにちは、よろしく。はじめましてって、藤子ちゃん。ごめんね、お散歩してるだけやからね。お散歩してるだけやからね。よろしくってやら。寝よるやん、藤子さん。ね。はじめまして、イタチですって。真っ黒。よろしくって、ほら。私の縄張り取らないでねって思う。私の縄張り取らないでね、思うやわ。ペットショップで買ったわ。そうです。そう、この中で天然でいる。あ、天然でいるんですか、これ。天然でいる。これ、テント。これフェレットですね。はい、あ。テント違うの？テンじゃないですね。フェレットですね。まあ今イタチ言ったらイタチなんだけどね。うん、イタチだよね。そうで、またちょっと違うねんけどね。ペット缶になってるから、改良してるから。顔はどう見てもネズミだね。ネズミのってネズミに見える。猫に狙われるんじゃない？猫ちゃんはね、縄張りがあるからね。あの。あれやね、嫌やね、猫ちゃん入られた。大丈夫よ、散歩してるだけやから。長生きすんのこれ。なんて長生きすんの。いや、あがると寿命短いみたいやね。でもまあ運動させてたらね、そう思って運動さすねんけど。これ飼い主が分かるの？自分がこの人に変わらせるとか。
うん、あの世話してたらやっぱり懐くよね。あ、そう懐く。はい、あ。住所最高。可愛らしい、見て可愛らしいね。猫？じゃ自分の縄張りに入られた思ってるんやわ。縄張りに入られたって。ねえ、お猫ちゃんが。よいしょさ、行こっか、ちょうどええわ。またね。真っ黒。